ご覧の皆さん、こんばんは。はい、そして会場の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、さあ始まりました、ラストアイドル、あ、すみません、ラストアイ2期生の夜配信、略してニキハーイ。はい、本日も秋葉原にあるツインボックスガレージからショールームで公開生配信しています。イエーイ。はい、遅ればせながら新年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、新年一発目のニキハイということで、今年の抱負を発表しながら自己紹介しちゃいます。はい、まずは私から。はい、今年の目標は新たな自分を発見して、その自分を磨き上げることです。大場ゆめです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、次は炎。はい、今年2019年の目標はたくさんライブをすることです。立ち位置7番町田ほのかです、よろしくお願いします。イエーイ。ゆな。はい、2019年の目標はずっと笑顔でいることです。立ち位置3番田中ゆなです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、次はもえぴ。はい、立ち位置4番の篠田もえです。今年は、北海道にも、福岡とか九州にも行けるように頑張ります、よろしくお願いします。イエーイ。次はエメちゃん。はい、今年の目標は体力向上です。すぐダンスをしたり走ったりしてすぐ息が切れちゃうので、ちゃんと人並みにはできるように頑張りたいと思います。立ち位置8番エンメンあさみです、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ最後みさきちゃん。立ち位置10番の畑美咲です。今年2019年の目標は私たちの曲、持ち曲を増やすことと新しいことに挑戦することです、よろしくお願いします。イエーイ。頑張ってこう。はい、ニキハイは私たち2期生がアイドルモンスターを目指す育成バラエティ番組です。毎回クエストという名の企画に挑戦してアイドルレベルをガンガン上げていっちゃいます。イエーイ。はい、それでは2期生にクエストを届けてくれる素敵なお二人をお呼びしましょう。せーの、クエストおじさん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうもどうも、はい、今年の目標は毎月20万円ぐらいの仕事をしたいです。はい、3拍子です。よろしくお願いします。怖い怖い。はい、よろしくお願いします。本年もね、3拍子がやらせていただきますね、おじさんはね。はい、おじさんの20万っていうギャラはリアルだよね。毎月20万ですからね、安定した給料が欲しいです。はい、よろしくお願いします。みんな抱負ちょっとふわっとしてなかった？次の人を振る時とかさ、ちょっとぼーっとしてますよ、ね、まだ皆さんぼーっとしてます。休み明け始まってるでしょ、はい、しっかりしてくださいよ。はい、ちょっとしてください、お願いします。やっぱでもね、持ち曲増やして規制のコンサートみたいなのもできればね、やりたいです。やりたい。だってそれができればまたほら今度ツアーで、さっき言ったけど、北海道行ったり、はいはい、福岡行ったり、できるわけでしょ、そうそうそう。もしあれだったらね、僕が作詞作曲とかもね、差し、うん、いただく、ぜひね、提供の方をね、差し、もらいますんで。大丈夫ですか、はい、みんなが半笑いですけど。そうですね、勝手に作ってきますよ。はい、さあ、それでは改めまして、本日のクエストを発表したいと思います。はい、しゃがんで、こちら、久しぶりのしゃがめ、初しゃがめ。よろしくリベンジ、年賀状アンサー、学校暮らし公開直前企画。やったはいはい、さあということで、はい、星の数で難易度が決まっているということなんですけど、さあちなみに高さん、今日の注目ポイントは、はい、もうね、学校暮らしもう公開直前、明日だからね、それのね、宣伝もね兼ねたね、あでもさ、宣伝も兼ねたっていうのはそういうのは伏せるもんなんですよ。もうあんまり大っぴらに言うもんじゃないんですよ。宣伝企画です。ただもう主題歌歌ってるもんな、主題歌歌ってるから、そういうの宣伝になるようなね、アドリブたっぷりのね企画を用意してますんで、それがこけたらもう宣伝できなくなる。こけたらって言わない、がっつりやってくださいよ。皆さんにかかっております、頑張ってください、やってくださいよ。さあそれでは早速いきましょう、クエスト24からです。皆さん声を添えていきますよ、せーの、クエストよろしく。はい、しゃがんで、今
ろしくリベンジイエーイ。さあ、すっかりとおなじみになりました、ラスアイよろしの企画にですね、もう一回こう挑戦して、こう反省を生かしていこうというクエストになっております。見ましたかね、皆さんね、前回のラスアイよろしくはですね、団体行動あら、ね、今やってますけどね、雪山合宿2日目のオンエアでね、皆さんその模様とかね、あと泊まってる雰囲気とかね、やってましたね。大部屋で泊まってるんでしょ、みんな。そうですね、ハタは違うの？やっぱハタはお姉さんだから、私だけ個室で一人の部屋なの？違うの？大部屋の子もいるし、大部屋じゃない子も。あ、そうなんだ。あのなんか振り分けの関係でな。あ、そうですね。はでもさ、一期生ともそんなに、だからその合宿で初めてそのいっぱい喋るわけでしょ、ゆっくりと。どうですか、一期生は。怖いですか？怖くないです。どういう質問の仕方で怖いです。わかんない、先輩ってね、番組を見る限りね、池松とかがすごくさ、姉貴肌みたいな感じでね、優しくね、すごい良かったな、池松な。めっちゃかっこいいんです。かっこいい。アイザーとかもすごいやってたね。誰とこう初めて喋ったとかあります？感想、印象に残ってる先輩、先輩っていうのかな。特にいないか。あ、いや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 、言わないで。私どうしたの？阿部ななみさんと同じ部屋だったんですけど、ものすごくやっぱりもう本当にそのままもうオーラが、もう私生活からもオーラが出てて、すごいなと思いました。よかったね。ちょっとオーラもらったね。ハタはでも逆にさ、一気と混ざってもまあまあ上の方だろ。そうですね。でもさ、一気と混ざることによって二気だとさ。ちょっと年、本当に何個か相手上だけど、そうですね、ほぼ同い年もいるし、あんたの子なんか年上もいるしな。そう、あ、年上いないのか。同い年、私と結城、奥村と、そうかそうか、奥村が高橋の俺がみんな同じで、一番上です。どうでした、旗は。どうだろう、なん、感想特にないの？特にね、お前言ったか、本当に。あの、旗がお昼寝してた時なんですけど、その時に、あの、池松さんが椅子に、あの、横で寝てて、で、旗が起きた時に、わーみたいな、恥ずかしいって。起きたら隣にいらっしゃったんですよ、池松さん。同じお布団に入ってて。そうなんですよ。すごいね。なんでそういう動画を撮っとかないのよ。みんな見たいんだから、そういうことはね、撮ってあげなきゃいけないんだから。まあね、そんないろんな裏話もねありますがね、はい、今回さあ、にぎわいではですね、こんな企画をやっちゃいます。こちらです。団体無茶振り行動。さあ、中村さん説明を。さあ、今から皆さんに団体行動合宿の成果を見せてもらいます。はい、ただ2気配ですから普通にはやりません、はい、ということです。そうです、そうです。はい、私が指揮者をさせていただきますので、そして指揮の最後に無茶振りお題を発表します、そしてみんなでビシッと団体行動を決めてくださいということですね。お願いしますよ、皆さん、自信はあります？あります。やってんだよね。団体やってるよね。大丈夫、田中とついていけてるか。まあ頑張ってます。そうだよな。だってさ、その身長差がみんなあるじゃない。足の長さが違うからさ、大変だよ、歩幅がみんな違うから。めっちゃ重さで歩いてる田中はね。じゃあ行きますよ。じゃあちょっと広がってくださいということに、全部無茶振りに答えてください。じゃあ高村さん行きましょうか。はい、行きますよ。それでは二気配団体無茶振り行動、前へ進め。シュールです。右向け、右ちょストップストップストップ、先生先生、待ってください。右左分からなくなっちゃった。清原先生だったら怒ってますよ。清原先生だったら怒ってますよ。これは簡単でしょ。右と左が分からないなら言ってくれたら教えるから。分かったんですけど、向いたら大葉が真正面向いてて、違うのって。もう一回、ちゃんとやりますよ。振りの部分だから行きますよ。二階団体無茶振り行動、前へ進め。右向け、右、右向け、右。真後ろでございます。お客さんに向かってゲッツ。ストップ、ちょっと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 、
ったったった。いやー町田片手だな。ゲッツって何でしたっけ。ゲッツよ。我々サンミュージックの大先輩。いや確かに、うん、まだ生きてるんだから、うん、ダンディさんは。CM とかでちょこちょこ出てくるゲッツね。あーオッケーオッケー、まあまあ、でもまあまあゲッツはいいね、まあまあうん、こういう感じでやっていきます。延命いいね。うん、よかった。エンペだけなんかちょっと若干オリジナリティがある、うんうん、そうなんか、ね、なんかもうゲッツって分かったんですけど、うん、ダンディ坂野さんの、うん、でもなんかなんだっけってやっぱなって一緒だね、無茶ぶりだからね、はい、かかじゃあこんな感じでいきますね。はい、行きましょう。はい、2階団体無茶ぶり行動まーすめ。まれー右。おすごい、おすごい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 、いい楽しい。マレー右。すごいね、とってもなんだね。マレー右。マレー右多くないですか高倉さん。もうマレー右はもう大丈夫です。お客さんに向けて志村けん。何これ変なの出た、変なの出た、ひどい。なんだ、まあ大体みんなそうだよね。みんな合ってるね。みんなアインだと思う。アイン合ってるね。大体アインね。いいよいいよ。いいよいいよ。うん。田中きっちり顎出してるもんな。いいよ。素晴らしい。出てるな。素晴らしい。なんていうギャグさんですか。どういうどうしたんですか。どういうギャグですか。うん。ちょんまげ。バカ殿だ。バカ殿のちょんまげをマイクで表現した。素晴らしい。ここに来て自分の声を殺してまでもね。マイクにね声が反応。はい。うん。はい。はい、はい、バカ殿さんね、バカ殿さんをバカ殿様な、あでもやっぱりみんなアインだな、アインね、アインだな。ハタやって、うん、ハタアイン、あちゃった、あいいいいいい、ちゃんとやってるね。いいいい、素晴らしい。いいですね。じゃあ行きましょうか。はいよ。はい、2階団体無茶振り行動前へ進め。左向け左。おおすごいすごいすごい。左向け左。おお、あなたがどっち向くか分かってないでしょ。本当は今後ろ向かせたかったんでしょう。回れ右。多用してますね。回れ右を。お客さんに向かってセクシーポーズ。おお、おー、いい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 じゃない、いいよいいよいいよ。さあ出ました、篠田の恥ずかしい顔。篠田セクシーポーズ。延命もやってるか、セクシー。延命、うん、やっぱ延命やっぱセクシー全然似合わねえんだよな。うるさいですよ、ちょっと。もう高一になるんですから。高一になるんですから。そうだよね、高校生になるもん、うん、そうですよ。でもいいよ、いいよ、みんないい、みんないい。ハタもセクシーな感じで出てるかな、お姉さんね。さすがお姉さん、うん、松田もいい感じ、ね、いいじゃない、みんないい、うん、いい、いい、はいはい、素晴らしい。さあもう一回いきますよ。もう一回いく、じゃあ行こうか。二階団体行動無茶ぶり前へ進め。見てられるね、これね、ずっとね、うん。左向け左。上向け上。なんか落ちてくんじゃねえかみたいな。斜め向け斜め。どっちの斜めかわかんないですから、おのおののみたいになっちゃいますよ。左向け左。最後お客さんに向かってひょっこりはん。ああいいいい。あおま、うん、まあいいでいいでしょう、いいで、うん、いいで。なんかそうね、うん、みんな可愛いな、うん、いいねみんなね、うん、いい。これひょっこりはんってこんな可愛かったっけ。延命のひょっこり具合いいよ、顔。ひょっこり具合って何ですか。ひょっこり具合、うん、間の抜けた顔ね。でもやっぱり合うんだね、練習してるから。うん、結構してんの練習。そうね、更新ね、結構してます、してます。これ分かんない、どう聞いていいのか分かんないけど、うん、終わってはいないの、まだやってる途中、まだやってるの、継続中ね、はい、あらかわいそう。
ですか。いや、すげえ頑張ってるんですから。なかなかね、俺らはなかなかできないからね。じゃあラストいきます。はい、2階団体無茶振り行動、前へ進め。右向け、右。右向け、右。お客さんに向けてサンシャイン池崎。あ、やっぱいろんな種類あるね、うん、田中激しかったな。こうなると、まさか田中があんなにサンシャイン池崎が好きだとは、うん、スカートめくれるぐらい手を挙げてたぞ田中が。サン、うん、あ、そうね、なんだ、やっぱジャスティスでしょ。ジャスティス池崎の、それね、のっけぞった時ね。延命は、どの部分。イエーイ。そうだね、やっぱりやっぱ二人だけだね、変わったポーズ。ハタはそれはジャスティスね。ハタはなジャスティスやな。はい、終了。いや、すごいね、みんな、ね、これからそういうのもっともっとね、高度なやつが見れるわけですから、うん、番組で、ま、これも清原監督の前でもやってくださいね。いやいや、じゃないですよ。ジャスティスのやつとか。ちょっと、ちょっと大丈夫。ぜひよろしくお願いします。西村石川が遊んでましたから、その感じで。さあ、それでは高倉さん、クエストの判定お願いします。はい、はい、クエスト24はクリア。いかがでした。まあ普通に団体行動を生で見れたっていうのはね、なんかすごい嬉しくてかっこよかったし、あとはもうお年玉です。はい、はい、ちょっと甘めみたいな、うん、一発目なんで甘めでございます。さあ、ということで以上、よろしくリベンジでした。はい、さあ、それではここでショールームご覧の皆さんにコミュニケーションタイムでございます。大場と町田、はい、はい、はい、行ってらっしゃい。さあ、行きましょう、コミュニケーションタイムスタート。はい、新年明けましておめでとうございます。名前もね、読み上げていただけたということで、はい、名前もコメントくださいね。コメントください。ちょっとね、タイムラグがありますんで。好きすぎてありがとうございます。ほなちゃん、ほなっていっぱいお名前がみっちゃん。今日の前髪なんてなって、アロンさんが。待って、チェックしてない、ちゃんと鏡でも。今日はパッツンな感じにしてみました。みんなが褒めてくれたからです。すごい、戻ってるね。あ、本当だ。あ、めっちゃなんか今日の前髪何点ってすごい来るね。なっちゃんさん、ほのちゃん髪可愛いって、ストレート。え、本当ですか。ね、そう、似合う、大人っぽい。うん、めっちゃ大人っぽい、ね、最近ストレートが好きなんです。大場町田愛してるだって、りゅうき、ありがとう。今日もいつか見えん、ありがとう、りーくん。集団行動頑張って、ありがとうございます。頑張ります。あ、戻ってない、本当ですか。あ、終わってた。はい、終了。戻ってきてください。ありがとうございました。戻ってきてちょうだい。はいはいはい、おいでおいで、うん、さあ、ということで続いての企画もありますよ。クエスト参りましょう。さあ、皆さん声を揃えていきますよ、せーの。クエストよろしく。はい、しゃがんで年賀状アンサー。高倉さん、説明お願いします。はい、ね、事前にお客さんに年賀状を、ね、書いていただきました。ご協力いただきました、ありがとうございます。こちらにたくさん届いております。しかしですね、せっかく届いた年賀状なので、しっかりとお返事をねしましょうということで。そうです、だから来た年賀状は絶対に返す、うん、これがルールでございます。日本の常識でございます。はい、お返事です。今からですね、うん、ここにある年賀状をめくっていきます。うん、で、全ての質問に答えていただきます。そうそうそう、はい、全部に答えよう、お願いします。はい、頑張ります。さあ、それでは参りましょう。まずは大場からいきましょう。はい、さあ、引いてください。いいよ、はい、いいよ、はい、どこでもいいよ。じゃあちょっと真ん中らへんから引きますね。はいはい、いいよ、引いちゃって。引いちゃいました、はい、どうぞ。まずお名前を読み上げてあげて。はい、書いていただいたね、方の、はい、そう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 、はい、お名前、まもるさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、質問を読んで、ね、はい、メンバー内にはまだ言ってない秘密はありますか。うん、お、秘密、そうね、2019年にして大場の秘密だよ。大場の秘密もう言っちゃおう、教えて。メンバー内ですよね。メンバー内、メンバー内で
何なんだろう、結構ね言っちゃってるかもしれないけど、うん、結構ニキハイで言ってるかもしれないな。いいよ、なんか人もいるかもね。待って待って、思いつかない、うん、いいよいいよ、大丈夫です、何でもいいよ、何でもいいよ。実は水野マナは、うん、甘えてくるとか。それ水野の秘密だから、うん、大場の秘密を水野の秘密ばらしちゃったよ。え、うん、水野甘えてくんの、うん、大場に。え、メンバー内って私が、そうそうそう、メンバーに言ってない秘密、秘密にしてたこと、うん、お前国語できないタイプだ。自分が秘密にしてたことね、うん、言ってない秘密、言ってない秘密、そう、実はなんか、そうね、私実は長女ですとか。別にいいよ、秘密とかじゃない。知ってるって、うん、知ってるって、知ってた、じゃあほら、あとは、うん、みんなに言ってない今年の密かな目標でもいいし、あの、うん、弟さん妹さんがいるみたいな、知ってる、うん、どうしよう、うん、実は、実はもう一枚引くか、うん、もう一枚、うん、もう一枚引いてもいいぞ。待って難しい、うん、どんどんね返しましょう、うん、そうよ、うん、ちょっといっちゃえばいい、ここら辺から、はい、はい、行こう。さあ誰ですか。はい、コウジさん、コウジさん、コウジさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。さあ質問は、質問、シュークリーム食べると下からクリーム溢れて手が汚れちゃうのですが、解決策ありますか。あ、教えてあげてください。わかります、食べると下から出てきちゃいます。年賀状でしか聞けないもんね、こんな、そんなことないです。、うん、そんなことはないです。すごいわかるよ。わかるわかる、あれですね、どうしたらいい、どうしたらいい、あの袋のまま食べてます私。お、ありがとうございます、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。解決。さあどんどん行きましょう。さあ町田、町田引いてください。さあ、誰からの年賀状かな、誰の年賀状か読んであげてください。はるさん、はるさん、ありがとうございます。さあ質問、さあ質問、あ、一期生さんの推しは誰です。推し、あ、誰推してるの。私ラブコッチさんの石川なつみさん。あらー、イノコじゃないね。イノコは友達。じゃ、あの、皆さん好きなんですけど、うん、そう、推し面は、うん、そう、石川なつみ。石川さんはどこが、なぜ、うん、推しの理由をちょっと教えてもらっていいですか。え、もうすべてが可愛いです。あーね、あの、なんか、ね、女の子として憧れることとか多いし、うん、本当になんかこの間、うん、あのちょっと相談をさせていただいたんですけど、その時にすごいアドバイスをくださって、なんか人としても尊敬できるので、本当にすごい。あんなにカップ焼きそば大食いしたりするのね。あれも尊敬できる？尊敬できる？あのカップ焼きそば、尊敬できます。高橋も尊敬してあげてよ、そしたら。あんな頑張ってんだから。はい、ありがとう、ありがとう、おめでとうございます。さあ続いて、はい、田中、はい、どんな質問が出るか、さあ言っちゃって。はい、困ってる、うん、さあ誰ですか、名前呼んであげてください。あきめろさん、はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。さあ質問、ありがとう。一日だけ男の子になれるとしたら何をしたいですか。うん、おっ、いいじゃない、いいね。何したい、男の子になれたら。まあ女の子もできないことの方がいいだろうけどな、ね、したら。何したい、なかなかね、できないこと。俺らだったらね、よくね、あの、女になったら女湯入りたいとか、そういうね、ことを。やだー、うん、やだ、逆のこと聞いたことない。例えばさ、女の子になったら思いっきり喧嘩したいとかさ、そうそうそう、なかなか女子だとやりづらいところもあるからな、うん、でも、なんだろう、うん、弟いるんですけど、うん、同じことしかしないから。弟も同じことしかしないの。え、そうなってくると化粧してることになるよ。いや、そうそうじゃなくて、弟もね、どういうことなのかみたいになってるってことな。うん、え、なんだろう、なんだろう、男になったらいいな、男の人ってって思うことある。うん、男子か、男子っていいな、男子いいな、いいよ、男子ずるくないの時ないの。うん、あれ、あんまり男子がずるいと思ってない。あんま憧れない。憧れない、やばい、憧れない人種。人種、うん、いいよ、もう一枚引くわ、そしたら。いいですか。はい、いいよ、声ちっちゃ。本当はダメなんだけどね。すみません、はい、すみません、いいよ、田中には甘めに行くから、うん、田中には甘いんだな。こいつはこれ言うと町田がすげえ怒る。最初は私だった、最初私だったはずなんです。はい、引いて。さあ、なんでしょう、名前言って。タッチャーさん、タッチャー、はい、ありがとう、ありがとう、次は絶対答えてくださいよ、常識なんでね。はい、生まれ変わったら何になりたいですか。似たような話だった。似たような聞いたな。うん、さあ何になりたいか、人じゃなくたっていいんだよ。生まれ変わったら鳥になりたいです。鳥、鳥、鳥、おー、いいじゃない、いいじゃない。なんで、
なんか幼稚園の時とかに、うん、なんかずっと空飛びたいなって思ってかわいい。だから鳥になりたいです。あ、いいじゃない、はい、ありがとう。はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。返事を書きました。鳥になって戻ってください、向こうに。はい、飛んでた。前飛んないの。はい、しのた。はい、はい、引いてちょうだい。はい、じゃあ後ろの方から。後ろの後ろ、はい、ありがとう。誰ですか。はい、名前呼んで。ハコさん。ハコさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、一番尊敬しているメンバーは。ほっ、これは一気二気でもいいのかな。もう関係なしかな。でも一気二気だと一気になっちゃうから、じゃあ二気にしようか。二気の中で尊敬してる。もうそれと下でも上でもいいし、うん、尊敬、うん、難しいな。いないならいない。誰もいないの。いるいる、いないでもいいよ。私以上のそうはいないわ、ね、みたいなこと。尊敬される側だから私はみたいな。やだやだ。さあ誰、誰一人だけあげるとしたら、まあいないメンバーでもいいし、うん、でも私オーバーかな。おー、どういったところ。オーバーどこ、うん、ツイッターとか、うん、SNS をまめに更新してくれるんですよ。それは尊敬だね。全然まめに更新しないのは誰なの。更新しないの、うん、でもするかね。篠田はそんなしてないんじゃない。あ、してないんだ。そんなことない。俺もうまめにチェックしてるからみんなで。怖いよ。篠田少なめだなと思いながら見てる。篠田髪の毛染める時間あったからな、大変だった。いや、染めてる間チェックできる。いやいや、できない。そういった意味では大場という、大場ね。ありがとう。はい、よかった。はい、ありがとう。大場よかったな。はい、おめでとう。はい、おめでとう。はい、エメ。はい、エメちゃん。エメ、エメは真ん中の方でかな。はい、じゃあ行きます。はい、はい、ドツンと。よいしょ。はい、はい、はい、タカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、読んでください。はい、罰ゲームで一番やりたくないことは何ですか。お、何ですか。罰ゲーム、こういうニキハイの、まあ、いろいろでもいいし、いろんな、うん、テレビとか見ててもさ、うん、なんだろうな、あれだけは私本当にやりたくないんです、今までニキハイでもね、いろいろありましたよね。酸っぱ水とか、ありますよね、ビリビリ。番組でやったのはほら、バスに入って水に沈められるっていうのを、うん、番組でやってました。やばいやばいやばい、笑いウルトラクイズ、ね、なんだろうな、うん、罰ゲーム、罰ゲーム、こういうニキハイとかの罰ゲームで一番やりたくないのは、うん、うん、いやでもやっぱり前もやったんですけど、ゴムパッチンはちょっともう無理です。あれはやりたくない、やりたくない、やりたくない。あ、本当、あ、フリッツさんこれ、あー、いや、いや、やってみせますよ。かっこいいの、かっこいいの出てきた。今年もね、いろいろあると思いますんで、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございます。お返事をね、はい、はい、お返事しなきゃね、せっかく書いてくれたんで、はい、さあ、引いちゃおう。そう、さあ、はた、いいよ。さあ、誰、あーちゃん。あーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう、はい、行きましょう。ちょっと待ってね、質問、うん、読めない感じだった、はいはいはい、ラサイユらしくの番組でやってみたい企画。お、ほう、いいじゃん、これはね、これ私が自分が中心になれる人の方がいいぞ、うんうん、そうそうそう、目立つやつね、絶対そっちの方がいいぞ。デスボイス、そうなるとデスボイス、デスボイス、もう1時間デスボイスだけの、おぎやぎさんにデスボイスを見ていただきたい。それもう一回萌えに負けてる、うん、負けちゃったね。そう、2回の企画でね、一回やったから、ね、負けてる。何やってみたい、何やってみたい、よろしく。中心になれなくてもいいですか。いや、全然やってみたいこと、52人全員でなんか体育祭みたいなのやりたい、うん、やりたい。体育祭ってのは団体行動絶対やらされるよ、ね、体育館でね。なんかリレーとかやりたい、うん、やりたい、はいはいはい、うん、やりたいんだ。ハタ遅そうだけどね、走る。早いです。早いんだ。あ、普通です。どっちだよ。普通です。普通だな、うん、はい、じゃあありがとう。そうだね、はい、ありがとう。あ、いけない、はい、なるほど。わー、まだまだ、ね、あったのにな。あ、読みたかった。うん、まあな、後日ね、返しましょう。何、なんかあります、久保さん。うん、4さんから、はい、いただきました、はい、ありがとう。絶対答えてよ。うん、はい、元気ですか。それだ。お便り。元気でーす。うん、よかったですね。元気。みんな元気だった、よかった。元気でーす。猪木ぐらいだよ、こんな質問。元気ですか。さあ、高倉さん。はい、ありがとうございます。さあ、クエストの判定お願いします。クエスト25は、クリアー。はい、おめでとう。今のは4
んの質問が面白かったからクリアです。ヨッシーに助けられました。よかった、はい、皆さんこれ、ね、答えて欲しかったです。面白いですけどね、うん、どういっぱい面白いの、うん、ね、あ、ありがとうございます。まだまだやりたかったね、うん、ね、もうちょい読みたい、ね、いっぱいあったけどね、うんうん、さあということで、年賀状アンサーでした。ありがとうございました。さあ、グレーショー、ショールームご覧の皆さんとコミュニケーションタイムでございます。田中と篠田、はい、はい、お二人いらっしゃい、はい、行きましょう、はい、コメント読み上げスタート。はい、田中優奈です。篠田萌です。よろしくお願いします。お願いします。新年明けましておめでとうございます。来てくれてありがとう。ありがとう。好きです。だってもっちゃんありがとう。ありがとう。ゆめちゃんかわいいって言ってる、宿題やった。宿題ね、やってよ。もう来る前に終わらせてきたよ。えらい。先生かわいい、ありがとう。やった、嬉しい。アインして、せーの、ゆなちゃん、お年玉はもらった？お年玉もらったよ。お、私ももらいました。まだもらってる。だっちゃん、髪色似合いすぎてるよ。ありがとう、嬉しい。そう、新年明けて染めてみました。ありがとう、嬉しい。ツイッター更新。はい、終了。終了。戻ってきてちょうだい。戻ってきてちょうだい。はい、コメントありがとうございます。はい、ありがとう、いっぱいね、来て。質問もね、いっぱい書いてもらいましたもんね。今 ね、見てたからね、うん、たくさんなんか、お、これ答えたいなみたいなのもあったしな。あった、ありました。あった、自分が男だったら彼女にしたいメンバー誰ですか。それちょっと面白そうですね。シロ、うん、誰、私ですか、うん、ハタです。ほら、男だったら彼女にしたい。ハタは誰ですか。シロ、うん、だね、両はい、カップル成立。違います、違います。さあ残り1つでございます、うん、今日最後のクエストでございます、はい、声揃えていきましょう、せーの、クエストよろしく。はい、こちら学校暮らし公開直前企画。イエーイ、来ました、来ました、来ました。学校暮らしがですね、はいはいはい、明日全国公開となります、うん、で主題歌ですね、皆さん歌ってますね、うん、はいはい、愛しか武器がない、ね、ということなんですけど、うん、皆さん映画は見ましたか。見ました、見た、お、見た、どうだった、どこの、なんだろう、まだこう来てるお客様も、うん、まだね、ショールーム見てくださってる方も、うん、行こうかな、どうしようかなって迷ってる人もいるかもしれないから、うん、ぜひ行ってみたいっていうコメントをぜひ、うん、お願いしますよ、ね、え、さあ、オーバー、オーバーどうだった、どうだった、ネタバレないようにね、まずはですね、うん、その池瀬さんの演技に感動したし、うん、やっぱ物語にもすごく感動して、うん、びっくりする場面もあるんですけど、うん、私は見て涙を、あら、で結構周りもずっと鼻ズーズーしてて、え、大丈夫、鼻炎だったんじゃないの。風邪気味な、ね、人がね、多かった。もうみんな涙してて、うん、はい、してたな、そうなんですよね、そうそう、はい、みんな結構泣いてんなと思って、はい、すごい感動するので、本当ぜひ見てほしいなって思います。はい、マキタはどうだった。はい、うん、なんかもうとにかく、あの一期生さんの4人がもう美しくて、うん、あー、まあそうね、わかるわかる、もうなんかもう可愛い可愛い、綺麗綺麗、もうやばいみたいな感じで、なんか私原作を見たんですよ、うん、おお、あ、そうなんだ。でもそれでもなんかすごい楽しめるし、うん、本当に楽しかったです。あ、でもやっぱり涙は絶対でした。泣いちゃう、涙絶対でした。この子は、私も泣きましたね。泣いた、泣いた、みんな泣いたじゃん、泣くね、みんな、そうですね、泣いたか、うん、面白かった。怖い部分もあったんですけど、うん、でもすごい感動するシーンもあって、うん、ずっと泣いてました。あ、そうね、はい、うん。怖かったけどな、これ。我々もね、あの見させていただいたんですけど、37歳のおじさんなんだけど、俺も泣いたもんね。うん、これ泣ける部分あってね、こうガーって感動とか怖さとかいろいろあって、最後にこの曲が流れていて、また泣けそうになって。泣けそうにな、泣けそうになった、うん、なかなか、うん、ただ鳥肌は立った、ね、うわー、石歌舞伎はない、流れてる映画館でっていうね、嬉しい、その感動もあるんで、ぜひ皆さんもね、見に行ってほしいなと思いますね。お願いします、うん、
さあということで、うん、映画ヒットを祈願しましてですね、はいはい、公開直前企画をやりたいと思います。さあ皆さんに挑戦いただく企画、うん、はい、こちらでございます。格好暮らし、イエーイ。いや確かに、はい、だって私だって何言ってるか分かってないですよ。ダジャレ的な、ね、感じになってますが、今からカッコにですね、書かれたテーマに沿って、丸々暮らしの即興芝居をしていただくと、このカッコにね、いろんなテーマが入ります、はいはい、それで即興をやってほしいということですね。シチュエーションですね、はい、そして私高倉が監督をやりますので、はい、カットがかかるまで心折れずに演じ切ってくださいということです。即興芝居です。お芝居の経験はない。エメある？エメある、あります、うん、そうですね、年中さんからずっと子役として、年中年中さんね、だから、まあ、そうだよな、そんな上手くはないですけど、うん、でもね、みんなの4人の演技とか見てやりたいなとか思ったでしょ。そうですね、またやりたいなと思いました、うん、そうだよな、はい、だから今日ここでできます。いつあるか分かんないですから、はい、そこのための、練習待ちだ。いつあるか分かんないんだから、うん、芝居はボロボロです。ボロボロ。え、マジでお芝居やったことない。違うんです、やりたいんですけど、うん、リハーサルね、あ、うん、それはね、本当にもうメンタルなんて全然大丈夫、はい、心折れずに最後まで演じ切ってください、はい、ただこういうね、ちょっと心細いというね、メンバーもいるので、スペシャルゲスト、お呼びしております。俳優さんでございます。誰？須田くんじゃない？もうほら、お客さんの方はない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 、手伝ってくれる、俳優さんはですね、大河ドラマ龍馬伝にも出演したことがある久保孝雅さんです。よろしくお願いします。はい、どうもです。龍馬伝ルーズベルトゲームにも出演したことがあるという、お笑い界切っての演技派俳優、久保孝雅。心強いでしょ。はいはい、このような、舞台は初めてなんですけど、うん、全力で頑張れる、いいよ俳優モードの初めの挨拶、いいよ俳優モード、はい、さあ行きましょう。最初の、テーマですね、はい、過去に入るテーマはですね、発表します。お願いします。最初のテーマはこちら、にゃんこ暮らし。田村さん、どういうことですか、にゃんこ暮らしっていうのは。はい、みんな猫になりきってお芝居をしていただくということですね、はい、まあ猫言葉になっちゃうのもいいしね、可愛い猫ちゃんたちの会話をね、聞けたら嬉しいかなと。飼い主とかでもいいんですか、片方誰かが飼い主で猫とこうみたいなのもいいんですか、うん、それでもいいですしね、それの途中に久保さんが入っていて、なるほど、何役になってくれるかということですね。さあ何でやりますか。じゃあまずは2人やりましょうか。はい、めっちゃ恥ずかしい。さあ、さあ決まった人からじゃあ行きましょう。はい、こちらの中にね、名前が書いてあります。まず一人目はこちら、ズダン。はい、マキタ。いきなり出ました、ね、いきなりのマキタ、いきなり出ました。さあ、マキタとニャンコ暮らしをしていただくのはこちらですね、ドン、タラカ。すごい組み合わせ。いいじゃん、いいじゃん、はい、町田とトカさん、面白い。さあ、じゃあちょっとメンバー向こうちょっと行ってね、はい、そうそうそう、じゃあこの2人でね、さあ、にゃんこ暮らしを演じてもらうということで、このカットが入るまで、演じ続けてくださいね。うん、なんで久保さんもつけてんの。うん、なんすかもう入りきってんね。はい、それでは参りましょう。町田と田中によるにゃんこ暮らし、よーい、こいこい、アクション。にゃちょっと一回止めてもらっていいですか、監督。監督すいません。はい、何ですか、はい、ちょっと稀に見るひどさだったんで。にゃじゃないよ、ね、笑わないでくださいよ、なりきってください。お芝居、お芝居、入り込んで猫に入って、入った猫、俺猫、にゃって言ってごらん。にゃにゃにゃ、よし、入った、田中入った、町田入った、にゃー、よーし、お前の中の猫まだ出てきてない。さあ行きましょう、猫になるよ、にゃー、オッケー、このまま行っちゃおう、にゃんこ暮らし、よーい、アクション。最近どうにゃ。あ、いいよ、いいよ。最近は、え、最近そうにゃ。ほのにゃんは、え、聞き返してくるにゃ。にゃ、なんかちょっと最近ちょっと遊び足りないなって思ってる時だにゃ。そうにゃんね、誰も遊んでくれないにゃんね。にゃ、おい、いいの見つけたにゃん。ほら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 
いいの見つけたにゃん。引いてる引いてる。ほら逃げるにゃん。逃げないでよ。逃げないでよ。逃げない。俺志村けんさんみたいになってる。志村けんさんみたいになってる。あなた誰にゃん。知らなかった。おっさんず猫にゃん。今噂のおっさんず猫にゃん。知らないにゃん。知らないにゃん。知ってるにゃん。ほら。近づかないでくださいにゃん。あっちに行って。あっちに行って。せっかくな。じゃあこれだけもらっとくにゃん。あ、遊んでもらう。ありがとにゃん。あ、じゃあバイバイにゃん。二人でそれで遊べばいいにゃん。にゃにゃあにゃにゃ。盗撮も悪くないにゃん。盗撮も悪くないにゃん。ちゃんと。犯罪者猫が出てきました最後。監督、うん、はい、心が折れそうです。ダメです。はい、久保さん折れないでくださいね。さあ、お二人とも演じてみてどうですか、町田。辛い。これもう学校暮らしの宣伝のためなの。そうですよ。みんながちゃんとやらないと。そうです。宣伝になりませんから。頑張ったつもりなんで。でもいいよ。あの猫耳はすごく可愛いです。うん、そう。それだけでも見てられるというね。はい、田中どうだった？ね、なんか即興が難しすぎて、うん、まあね、確かにね、今までこういう機会がなかったから、うん、だからこういうところで練習した方がいいよ。そうですね。だってオーディション行っていきなり言われるよ、うん、はい、猫やってごらんって言われてさ、ないないない、急にできた時に君はどっかで演技祭で猫をやったことがあるのかいって言われるよ。2回でやりましたって言えるからね。そうですよ。さあ、にゃんこ暮らしということで、はい、さあさあ、まだまだこれやった人ももう一回出るんですよね。やった人も出る。またやるかも。町田全部やるかもしれない。はい、はい、さあ続いてのテーマいきましょう、はい、続いてのテーマこちら。はいよ。一個暮らしさあ、1個になりきって即興芝居をしてもらいましょう。1個暮らし何ですか、2人行きましょう。さあ、1個暮らし。私は個人的には延命の1個暮らしが大好きです。1人目はこちら、ハタ。ハタ、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 行きます。さあ、もう1人、もう1人行っちゃいます。さあ、こちら、あー、大葉、大葉、濃くない。さあ、じゃあ、え、何、大葉とハタ、こっち、はい、出てきてください。猫は返してくださいね。はい、下の下手に、うん、今一個さんの確認はやめてください。これだよね。いきますよ。それでは参りましょうか。大葉とハタ、そして後に久保の一個暮らし、よーい、アクション。いやー、最近はあれだね、寒くなってきたもんね。あれ、そうなの？1個ですよ。あれ、1個がいない、まあ、そう、1個が出てくるかな。まだ出てこないのかな。寒くなってきたもんね。柳原かの子に近い気がする。そんな可愛かった？1個、あれ、わかんない。あ、でもそう、今のが一番近づいたな。わかんない、今のが近づいた。できてるよ、1個さん。本当にどんだけ。あ、いいいいじゃん。ハタを誰の？どんだけ。あ、かわいい、どんだけ。会話してて、一行同士ね。会話できる、会話や、すいません、うん、あの、一行さん、ほんま、やだあれ、一行さん二人いるな。あれ、どっちが本物だ、これ、うん、どちらが本当の一行さんですか。私、私ちょっと、背負い投げやってもらっていいですか。せーの、背負い投げなんで後ろ、あれ、この人偽物っぽいし、うん、あれ、この人偽物っぽい、背負い下げみたいなことで後ろにやってたけど、うん、この人偽物っぽいな。背負うんじゃん。背負って投げなきゃ。あれ、こっちの人がじゃあ一個さんかな。背負い、背負い投げ、本当に一個さんですか。はい、ちょっと一個さんといえばこれみたいにちょっとやってもらっていいですか。一個さんといえば、はい、言えばやっぱりどんだけチョコレートプラネットの人じゃねえか。モノマネの方かな。どっちがじゃあ本物の日光さんじゃないですか。どんだけ、ちょっと一回見せてもらっていい。本気のやつ。どんだけ。ちょっとかわいこぶってんだこの日光さん。違うな。あれ、違う、どっちも違うな、この日光さん。あの人だ、本物の日光さん。いた、あの人だ、本物の日光さん。ちょっとね、本気でやってもらう。ちょっと日光さん、すみません、ごめんなさい、実践もの2人混ざってたの。誰やったっけ。いやいや、まだ入ってるよ。日光どんだけ。相方うまい、うまい、うま
怖かった。あ、これ偽物が今2人いたから。すいませんでした、ね。膝まで使ってどんな気をやってくれました。はい、いや、なかなかね良かったんじゃないでしょうか。じゃあ皆さん戻ってきてください。良かったですよ、一光さん。うん、これどうしましたか。膝に来たんですか。どんだけがね。私の中ではあのどんだけの方がさっきのサンシャイン池崎よりいい気がするんですけどね。さあさあ、はい、さあ続いていきますか。はい、続いてテーマを出しましょうか。まだやりますよ、まだやりますよ。出てないのが誰、シノダとエンメイか。はいはいはい、さあ行きましょう。続いてのテーマこちら、はい、反抗暮らし、どういうこと、反抗、反抗期とかで使われる反抗ですね。悪とか不良になりきって即興芝居をしていただくということですね。これは何人でやりますか。これは3人。3人、はい、3人ってことは確実にもう1回当たる人がいます、うん、おお、そうだね。ヤンキー的な感じで2人が新規2人出たとしても1人は絶対かぶる。まず1人目こちら出た、おお、篠田。さあ続いて、お、出た、エンメイ。続いて、続いていきましょう。町田。今びっくりする前反抗期の顔してたの。いい表情できてんじゃん。あのパッて出てきて町っていうのが見えた時の最高だった。町を見ちゃった。今日から俺はにも出れるぐらいね。相当だな。ということで反抗暮らし行きましょうか。まあ、反抗期でございますから、3人以外は横に行ってください。さあ反抗期ですよ。反抗期でも、うん、その世間一般でいう反抗期って今ぐらいでしょ。ちょうどねその年頃でしょう。まあ、うん、ですね、でも過ぎちゃった気がします、まあ、過ぎちゃった。じゃあちょっと思い出してね、うん、ちょっと悪になりきってくださいね。それでは参りましょう、反抗暮らし、よーい、アクション。何どうしたの、何ガンつけてんだよ、ガンつけてんだよ、何見てんだよ、何見てんだよ、声、あ、なんだ、何が文句あるか、あ、声声、なんだ、何見てんだよ、見られてるか、見てんだよ、見てんじゃねえぞ。すいません、謝る、全然反抗してない、すいません、はい、授業始めるぞ、お前席つけ、席つけよ、誰だよ、誰だよ、先生に向かって誰だよはないよ。席つきなさい。意味めんどくさいよ。どんどんめんどくさいって。帰ろう。帰ろうじゃない。帰んじゃない。帰るんじゃない。先生が一人になるだろ。いいじゃん、先生ぼっちで。ダメだ、先生ぼっちダメだろ。お似合いじゃん。誰がお似合いだよ。誰がお似合いだ。え、ぼっちお似合いじゃん。なんだお前、先生を挑発してんのか。うん、お前すっきりで加藤さんに大人なめんなって言われるぞお前。席につきなさい、席に。じゃあつくの、つけつけよ、ほら、ついてやるよ、はい、な、みんなは席につけっつ誰がヤンキー座りしろっつってんのふざけやがって。いいですか、皆さん将来何になりたいんですか。町田、何になりたい。は、将来なんて決めてるわけないじゃん。はい、ね、すいませんでした。目つきが怖いね、まあ、そういうこともあるでしょう、うん、え、エメは何でもいいよ、何でもいいよ、お前みたいになんなきゃ何でもいいよ。それな、それな。いいこと言ったわ、まあまあね、人の振り見て我が振り直せみたいなね、ここもありますから。篠田はな、篠田は何になりたい。うるせえんだよ。つけ倒した。いいぞいいぞいいぞ、やってやるよ、やってやるよ。あ、先生が転校したい気分になってきました。あれ先生やばいですね。いや先生は大人だから今手を抜いてるだけなの。え、先生怖がってんの、え、ビビってんの、マジ、やばすげえんだけど、マジでんの。あ、大罰教師になるの、大罰、あー、ダメだよそういうの、怒られちゃうぞ、社会派。そうだよ、こう見えても真面目なんで。真面目なの。じゃちゃんとね今考えてくれてるわけな。え、な、何を、ちょっと仕事術語ちゃんとはっきりさせる。わかんねえよそんな。わかんねえよ、あれ先生国語できないの。え、これからほら進学とかな、進学とか就職とかあるけど、進学にすんのかな、就職にすんのかなっていうんだけど、ほら進路指導みたいなのしなきゃいけないから。え、じゃあ進路指導やってよ今ここで。やってやってやって。町田は進学か就職か。だからさ、考えてないって言ってんじゃん、さっきから。先ほど聞きましたもんね。すいませんでした。エメはな、あの進学でいいんだよな。は？いや、なんでなんでなんだって言ってたよ。お前みたいにならなきゃなんでもいいって言ってんだよ。進学すんの？いや、だから、お前、あ、こいつみたいになんなきゃなんでもいいって言ってんだよ。うん、うん、そうそう。
篠田はじゃあ就職か、すいません篠田は就職かな、はうるせんだよ、やばいやばい、切れる切れる切れちゃう、やってやれよ、いけよ、暴れちゃう暴れちゃう、俺がちっちゃいこと言ってる、怖い怖い怖い、あの大人をあんまり舐めない方がいい、うん、いい気がするんですけどね、ちっちゃい声で言っててさ、何も聞こえないんだけど、そうだよ、ビビってんね、やっぱりな、もっと大きな声で喋ってくれる、あ、はっきり、腹から声出す、腹から、いけ、腹から、どんだけー、終了危ない危ない、久保さんが本当に泣きそうになってきた、ごめんなさい、みんなから詰められて、ごめんなさい、大丈夫ですよ、女子みんなから詰められたね先生ね、ただでも本当に一番怖かったのは、うん、やばい、これは俺が落とす流れなんだと思いながらそれがすごい怖かったんですいやでもずっと見てられるみんなのね反抗期、なかなかね延命なんて、はい、反抗期なんてない、なさそうなね、この延命、ね、あんの反抗期あった、今かあったんですかね、いや別に、いや親御さんとかに別に何でもない、そう、まあやっぱりこれまでやっぱり育ててくれたのは親だし、やっぱそういうの良くないじゃあお前30代のコメントだよ相当頑張ったな、さっきの演技でな、町田の目つき良かったな、ね、町田の目つき怖いよ本当に篠田も暴れてね、机蹴り倒しましたからね、みんなハマってました、さあそれで高倉さん、クエストの判定お願いします、はい、クエスト26はクリアう、甘いんじゃない、うん、本当に新年一発目だから甘めのね設定で、ありがとうございます、 あとなんかよかった、本当に最後のちょっとみんなの目つ、俺が先生役やりたかった、おもっとボロカスに考えてください、うん、最初の猫忘れてません、あ、猫ね、猫のことすっかり忘れてました猫はダメでした最初の、はい、でも3人が良かったです、猫耳可愛かったですけどね、はい、うん、はい、さあということで映画公開直前ということなんですけど、明日か、うん、明日ということで、ついにですよ、じゃ篠田ちょっとなんか、うん、ちょっと、はい、ちゃんと言ってもらっていいですか、はい、告知の方お願いします、あ、なんでしょう、あ、あるのね、そういうのが、あ、おお、うん、そういうのあるのね、ちゃんと、はい、おお、はい、これですね、なんかわかんないですけど、うん、いいともっぽいっすねいいともね、なんかいいともの最後っぽいっすね、いいっすよ、告知の時間ですよ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、私たちの曲、うん、愛しか武器がないが主題歌になっております、うん、映画学校暮らしが明日1月25日から全国開公開公開全国公開になります、はい、うん、ぜひ業界用語みたいになっちゃったな、開講、うん、ぜひ劇場に足を運んでみてください、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、楽しみ、さあ主題歌がね、うん、愛しか武器がないですけど、うん、どうせだったら ね最後に聞きたいですよね、 おじゃあ、うん、ちょっといいですか、一回聞かせてもらって、はい、いいよね、大丈夫、元気ですか、元気でーす、じゃあ、じゃあちょっと、ね、準備してもらって、よろしくお願いします、じゃあ、持つ持つ、うん、いいよ、持つよ、じゃあちょっと、みんなそうか、6人か、うん、さあ、準備よろしいでしょうか、大丈夫ですか、うん、はい、じゃあ、いきましょう、じゃあ、篠田、お願い、はい、それでは聞いてください、映画、学校暮らしの主題歌、愛しか武器がない、どこへと向かってるのか、そこで両手広げて道を塞ごうかって、前を見ない人の流れ止められない、愛した武器がない、愛した支えない、
なれ。さあということで明日、全国公開でございます。ぜひぜひね、お近くの劇場の方に足をお運びください。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあということで最後のショールームコミュニケーションタイムでございます。最後はエンベとハタ、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあいきましょう、スタート。ありがとうございます。コメントください。こんばんは、こんばんは。あ、声が好きだってマナさん、うん、めちゃくちゃじゃない、私、うん、わかんないけどありがとうございます。終わっちゃうかな、終わっちゃうかもしれない。あ、反抗期面白いって。あ、よかった、ありがとうございました。ちょっと怖かったかも。お、演技良かった。アインしてだって、アイン、アイン、アイン、かわいい、みさきちゃん。なんで、なんかありますかね。うん、お、エメプロ面白かった。あ、ありがとうございます。高倉さんと久保さんがお年玉もらってないです。あ、もらってない。いいですよ。もらっても。あれ。お年玉。これは。あ、美咲大好きです。ありがとうございます。早く帰ってきて。早く帰ってきて。はい、早く帰って。わかりました。すいません。早く帰ってきて。スピーディーに行きます。いやー、よかったですね。何にもなかったですもんね。よかったです。さあ行きましょう。さあ行きますよ。最後こちら、後ろどうぞ、しゃがんで、はい、レベルアップタイム。イエーイ。さあ本日のスペースを通して2期生のモンスターレベルがどのように変化したかということですね。皆さんのレベルアップ発表したいと思います。さあ皆さん確認しましょう。大場がレベル6、町田が7、田中が2、はい、田中2、はい、おかしいな、俺があんま身に判定してんのにな。篠田が7、延命が3、畑が6、うん、さあさあどのようになったかいきましょう。高倉さん発表お願いします。はい、発表します。本日メンバーのレベルアップはこちら、ドン。大場がキープ、町田がキープ、田中1アップ、篠田1アップ、延命1アップ、あ、延命が2アップ、ハタが1ダウン。残念。ちょっと待ってください高倉さん、なんでそのキープ2人、大場町田良かったんじゃないですか。まあ、大場はあの背負い投げが逆だったところです。そうですね、裏投げでした。知らなかった。あれは裏投げです。裏投げでした。残念です。そこですかね。まあ、今までの町田の良かったですよ。反抗期は良かったですよ。反抗期は良かったけど、照れがね、あの猫とかのね、テレがすごかったね。猫もちゃんとやってもらいたかった。さあ田中篠田延命が、あ、そうですね、田中篠田が1アップ。はい、田中は猫喋んなかったけど猫耳がね良かったという。ちょ、甘くないですか。喋ってました。評判がね、評判が良かったという。評判が良かったです。はい、巷田での評判が良かったです。そういうことでございます。篠田は突然の一行さんが良かったと、急に振られたけどね。延命はですね、反抗期のお前みたいになりたくねえんだよっていう、あれですか。はい、あれがね、バチッと、うん、バチッとはまりました。社会風刺がね。ハタは、ブリッコ1個ですかね。なんでブリッコ1個。ちょっともう一回やってみ。どんだけ可愛いもん、それ可愛いんだもん。一個可愛さいらないんだもん。残念でございましたね。さあということで次回もまたね、上がるようにレベルアップするように頑張っていきましょう。はい、さあ次回配信ですが、来週の1月31日となります。さあ今年から木曜日配信になりますんで、お間違いのないようにお願いいたします。そして観覧してくださる皆様も募集しております。詳しくはですね、ラスサイの公式モバイルのご覧ください。お願いいたします。お願いします。さあとですね、町田が書いたですね、ペガチャチュがアイコンのですね、番組のツイッターございます。ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。そして明日全国公開でございます。学校暮らし、やった。皆さんもぜひ劇場の方に足をお運びください。お願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ最後はですね、旗にビシッと締めてもらいたいと思います。今日ね、総括する、そう、はい、行きましょう、旗、はい、そして最後はあのポーズで締めてくださいね。最後はせーのって言ってね。ちょっと初めて、はい、あ、そう、初めて、うん、総括初めて。じゃあ今日の総括ね。2019年も2期杯よろしくお願いします。せーの、2期杯。いやー、よかった、ありがとう、ありがとうございます。